センサーを絞るか。さすがに多いな。県地帯として知られる地域に入り、すでに2週間。シンギュラリティマシンに遭遇するのはこれで3代目だ。いつ誰が作ったのかもわからない用途不明の無人巨大機械群。またのものでも数千トン。それほど巨大でありながら移動能力を持つ。歩破能力は車両を凌駕し、山岳地帯すら平気で移動する。積極的に人間を襲うことはないが、何かの弾みで敵対しようものなら終わりだ。たった一発の銃撃に対してすら熾烈な反撃行動に出てくる。ターゲットされれば半永久的に追尾されることになる。何せ機械は物忘れをしない。実際あれに攻め滅ぼされた居住地を俺はいくつも知っている。手を出すどころかむやみに接近することさえ避けるべき相手だ。幸いうまくやり過ごせてはいるが、油断はできない。有毒成分検出なし。やはりここにあれ。衛星装置。こいつは